あ、でももう今まあだいぶ慣れてきたってところもあるので、全然遅い時間にはならないですけど、最近。ちゃんとやれるのね。はい。はあ。なんとなくどれぐらい残業、残業とかややこしいな。何時ぐらいに会社出るの？早い時全然6時とか出てますよ。さっき言った年に何回やる、ここ忙しいピークみたいな時ってどうなの？その時は前倒し前倒しで仕事ができれば、7時とか帰れますけど、遅い時は10時とか行きますね。あ、行くよね。それは絶対そういう行く日があると思うんだけど、それがどれぐらい続くの？でもその10時に帰るレベルとかやったらもう1日2日ぐらいです。やんな、やんな。そうよね。だからほんまに日本企業って変わったよね。変わったのよ。昔はそれが常態化してたんやけど、365時、10時、11時まで。はいはい。よく聞く。なんかその先輩から。やんな。はい。いや、俺らの時ってそれ結構普通やったのよ。なんていうのかな。まあ、それは、あの時代が全員そうやったわけではないやろうけど、俺結構、今日は今年で一番早く帰れるわっていう日は、12時前に帰れた日とか。今日めっちゃ早いなーってみんなで、今日めっちゃ早いっすね。めっちゃ早いなーみたいな日は、日をまたがんかった日。日をまたぐのが普通やったみたいなね。そうなんだよね。だから、今って、だからちゃんとほんまにこの10年、20年で日本企業ってすごくちゃんと変わったよね。その代わり、しっかり9時5時をめちゃめちゃ、効率的にやらなあかんかったりとかね。多分ね、無駄がなくなってて、その分、ちゃんと早く帰りましょうみたいなね。忙しいっていうのは、9時5時で、例えば3時からもう荷物全部カバンなんか入れて、ああ、土日間早5時までなれへんかな、みたいなやつがおらんようになったっていうね。ね、みんながちゃんとめっちゃ忙しく働いてて、ちゃんと早く帰ってるよね。なんだかんだな。そうですね。いいことやね、すごくね。うん。なるほど。まあ、4年、3年半ぐらい今の仕事やってるのかな？その部署も。4年近くやってるのかな？そうですね、それぐらいですかね。その中で、こう、なんていうのかな、成長を感じる部分というかね、ちょっと今まで新しくこんなことできるようになったとかさせてもらってるとか、そんな話あったら教えてくれる？成長、まあ、特に就活の時とか言われたんですけど、人に助け求めるタイミングが遅いって結構言われてたんですよ。もうなんか、もういかに周りの人を巻き込むかっていう感じに変わったなっていう感じはあります、私の中で。よかったやん、よかったね。もうなんか考えてもわからんもんわからんしってなってます。そうやな、そうやな。確かに。だって、仕事したら相手があるし、期限もあるしね。はい。勉強とかやったらね、別にそこで時間かけてもこう自分一人で考え抜いたから成長していくみたいな部分を、もう当然あるから、そっちを重視してやっていくもありやし、どんどん早くやっていくもありやし、人それぞれやねって言えるけど、仕事の場合ってもう相手も期限もあるわけで、やめないっていう時あるもんね。本来そうした方がいいかもしれんけど、そんなことしたら間に合わへんから聞かなみたいなところで聞けなあかんもん。それをどんどんやっていくうちにできるようになっていったんやね。そうですね。結局、抱えたところで、その、まあ、き、おっしゃった通り、期限どんどん迫ってくるし、自分でもなんか、その、どんどんしんどい方向、しんどい方向になっちゃうので、これも、あれも、これも、これも、みたいな感じになっちゃうんで、どん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 。なるよね。自分にとってもそうやし、で、最後ギリギリになってもうなんかあかんってなって相談されても、相談された方も困るし な。違いないです。みんな困るもんな。いや、もっと早よ言えよ。そう。誰のためにもならんのよね。そう。みたいなことを何度も経験していくうちにはやっぱりできるようになっていくのはい。かな。そうやな。いや、よかったよね。だから、やっぱりこれぐらい、今日だって電話じゃないわ。今、こう話してても思うけど、今就活したら、もう、もっといっぱい泣いてもらうよね。そうですね、多分。でも、ほんまに仕事ってすごいなって俺思うよ。何年か働くだけでみんなめちゃめちゃ成長するもんね。それは間違いないですね。間違いないよね。会社入って仕事する、毎日仕事するってすごいよね。ほんまに、こう、なんていうか、すごいこう、成長するためのプログラムやなと思うよね。大失敗ってなんか、
大失敗。あれきつかったな。えらいことをやったな。